ハングリーアングリー、または、ハングリーアングリーは、ファッションブランドイーチナオトのカテゴリーブランドの一つ。キャラクターブランドとして2004年よりブランドをスタート、させる。音楽のコラボレーションとして、日本のビジュアル系女性ユニット、ハングリーアングリーが2008年にデビュー。ユニットの表記については2種類あり、公式サイトやブログでは、 ハングリーアングリーと書かれているが、ユニットとして使っているロゴでは、ハングリーアングリーとなっている。2018年8月31日をもって、ブランド活動を休止する。ファッションデザイナーのチナオトが、ハングリーアングリーのコラボレーションユニットの衣装をプロデュース。キャラクターブランドとしての、ハングリーアングリーは、イラストレーターのギャシャコンがデザイン、制作をしている。ファッション。 雑貨、漫画、音楽といった多方面の活動をしている。2008年10月、マイスプイスにおいて楽曲と写真を先行公開したところ、4日間で10万アクセスを突破。さらに翌月には、マイスプイス、ジャパン史上最速のペースで100万アクセスを達成した。同年11月19日、ミニアルバム、キルメキスメを日米間同時発売し、 インディーズデビュー。活動は日本国内にとどまらず2009年4月にアメリカシアトルで開催されたイベントサクラコンにて US パフォーマンスデビュー。ヘッドライナーも務めた。また2011年から2012年までハングリーアングリー f 名義として活動していた。公式サイトに2018年8月31日をもってブランド活動を休止すると H. ナオトを展開する株式会社シンク名にて発表され活動休止となる。ゴミのように捨てられた猫のぬいぐるみが物語の主人公。明るくて楽しい従来のキャラクターとは一線を引いた過激で残酷でグロテスクなイメージを持つアンチキャラクターブランド。グロくて可愛いをテーマに展開している。ギャシャコン株式会社キンクスの企業内デザイナー。 ファッションブランド h ナオと、t 国とも群衆の雑誌広告、グラフィックデザイン、テキスタイルデザイン、イラスト制作を担当。2004年、グロカは軽キャラクターブランドハングリーアングリーをスタート。キャラクターやコミック制作を担当。その他に洋服、雑貨企画、ショップ展開、TV 出演など幅広く活動。音楽とのコラボレーションでは、 ロックキャラクターユニット、ハングリーアングリー F 結成する。ファッションでは、アメリカ LA や NY にて、ファンションショーを行う。また、ゲームメーカーから、クレーンゲーム機のコラボ商品コレクションが登場した。ハングリーアングリーは、ハングリーを、吉澤ひとみアングリーを、石川理科が務めるユニットである。しかし、このことが正式に発表されたのは、アルバム、 サディスティックダンス用のビジュアルをメディアに公表した時で、それまでは、ハングリーとアングリーを務める二人の正体は、謎とされていた。しかし、結成直後から二人の姿や歌声から正体を、悟っていたファンは多く、正体を明かす前の二人のイベントには、ハングリーやアングリーの人形などを持参するファンが多く、見受けられた。このため、石川は、トークイベントにおいて、 ハングリーアングリーの二人は、私の友人である。と公言し、あくまで別人としての活動を行った。ただし、二人の正体が正式に発表される前から、日本国外のイベントでは、ハングリーアングリーに初めから吉沢瞳、石川理科の名前がクレジットされていることが多く、この、謎のユニットという設定は日本のみであったようである。サディスティックダンスハングリーアングリー。 F ライブサーキット2010サディスティックダンス、ハングリーアングリー F 名義。ありがとうございます。